バーハイム OB8 また登場しましたが、今回はですねトラックメイキングその2、ね、前回プロフェットでやりましたけどトラックメイキングオーバーハイム OB8 番で行ってみたいと思いますね。でやっぱりこのパッドの音いいよね、とてもいいです。フィルターの効きもオーバーハイムさすが。絞った時の音でね、まあこのジェントルな世界もいいけどやっぱりオーバーハイムといえばこれでしょうという人も多いかったりするんでね、この世界もありなんだけどね。ですがですね、今回はそうではなくてやっぱりオーバーハイム後一世を風靡したあの時代 80s、ね、80年代のダンスポップ、これを言ってみたいと思いますね。もうねリズム、作りました。この感じのリズム、昔懐かしいこのリンドラムの感じ、これこれこれよ、このねリズムマシンが出たての頃のこの感じ、これをね言ってみたいと思いますね。これに合うまずはベース行ってみたいと思います。このどうぞ、ね、エフェクター取ってやっぱベースなんで、うん、まずベースの音を作るところ入ります。ちょっとスピーディーな感じ、あ、いいね。もうちょっとやっぱ腰が欲しいんで、ここで威力を発揮するのがやっぱりユニゾンだね、これはね。やっぱりね、16音、16VCO が全部ここに集まる。うわ、来た来た。いいね、いいね。もうこれだけでもう世界観できちゃうもんね。もうちょっとどうですか、よしこれでベースいってみようかな。この 80s のこのリントラムって感じのやつにこの乗っけてみたいと思います。これだよ、来ました。ちょっとプレイバックしてください、ね、うん、いいんじゃない、いいんじゃない、この感じで、いいと思います。じゃあこれに合う、シンセブラスだな、これはな、シンセブラスいってみよう。これはちょっとコーラス入れてこの感じ、こんな感じだ、昔のなんかプリンスっぽい感じだってたな。うん、あ、もうちょっとねこのうん、こんな感じどうだろう。でポイントはねこのやっぱりピッチベンドのとかモジュレーション、
このあえてこういう音を使う。これ言ってみましょうか。あ、ちょっと、あ、この感じもいいな。ちょっとリバーブも入れーの。言ってみます。言いましょう。違うトラック入れますね。言ってみます。これでしょ。いい感じだね、いい感じだね。ここでね、ミキサーもちょっと出して、ごめんなさい、これでね、ちょっとミキサーもミキシングコンソール出して、ちょっとベースでもうちょっと上げたいなと。うん、いい感じですね。じゃあこれにね、次このオルガン系のこういうこのブラスのフレーズとちょっと交互に入る感じの、これがね、例えばどんな感じでしょうかな。こんな感じ。このね、ポリリズムな感じがかっこいいね。じゃあ、行ってみます。これよ、これですよ、プレイバック。いいね、いいね。ここで、ストリングスを入れます。ちょっとあのカウンターっぽい感じのメロディーでね。あんまりリリース長くしないで。ちょっと、ね、ディチン多めで。ストリングスって結構ほら、あの硬い音なんで目立つんで、ちょっと音量抑えめで。ちょっとこういった裏メロっぽい感じのを入れてみようかなと思いますね。行ってみましょう。この感じ、この感じです。
これ聞いた感じで今の状況で、いい感じなんだけどね、ちょっと中低域のこの厚さがね足んないんでね、そこでちょっとクラビっぽい感じの音、このちょっとこの辺の音域を厚くしようかなと思います。この音いいね。これ言ってみます。これでね決まるよ。いきましょう。じゃあ次のトラックで A 録音しよう。これですよ。で、入ったんで、今度はこれを整理するために、クラビとオルガンをねちょっと右と左に振ろうかなと思いますね。感じですね。これで、出来上がり。まあなんつうんだろう、この80年代ポップっていうのはまあこうやって作って、まあこれにギターを入れたりとか歌が入ったりとか、して、どんどんかっこよくなっていくって感じの作り方をよくしましたね。こういった感じでね、まさにオーバーハイムサウンドオンパレードでございましたが、じゃあこれにシンク系のリード、ちょうどなんかソロパートが来たみたいなイメージで、これを乗っけて終わりにしましょう。オーバーハイム OB8 によるトラックメイキング編でした。